こんにちは、しあすかです。今回はライフワークの見つけ方というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。この動画を最後までご視聴いただいた場合はですね、なぜ 99% の人はこれがライフワークだっていう確信が持てていないのかという理由とですね、そしてどうすれば簡単にライフワークというのを見つけることができるのかという、その超具体的な方法を知っていただくことができますので、ぜひ最後までご視聴ください。昨日ですね、ビル・ゲイツのエピソードが載っていた本をですね、読んでいたんですけれどもその中にすごくびっくりする話が載っていて、ビル・ゲイツがマイクロソフトという会社を創業してからですね、実際に引退するまでの30年間に3日間しか休んでないという話が載っていました。30年働いて3日しか休まなかったと。それはやっぱり成功しますよね。で、ここで考えたいことっていうのは、じゃあビル・ゲイツは人よりも並外れた意志力の持ち主だったのか、もしくは気合が半端じゃなかったのか、もしくはその根性が尋常じゃなかったのかっていうことなんですけれども、まあもちろんですね、人並み以上の意志力とか気合とか根性っていうのはですね、当然まあ持ち合わせていたかもしれませんが、一番の理由はですね、やっぱりパソコンが好きだったからっていうことが大きいと思うんですね。パソコンが大好きだった。もちろんそのビル・ゲイツっていう方はですね、もともとプログラマーだったんですよね。プログラミングっていうのがすごく好きな方だったわけです。で、パソコンを通じてですね、この世界というのを良くするという、まさに一生涯かけてやるライフワークですね、を20代で結局掘り当てて、それをやっていたと。で、人はどんな人も自分が好きなこと、楽しいことじゃないと長く続けられないんですね。どれだけ意志の力を使おうとしても、気合を入れても根性を出してもですね、やっぱり人には限界っていうのがあって、30年間で3日しか休まないってことは、そういう意志とか気合とか根性とかっていうレベルでは絶対不可能なんですね。なので、やっぱり自分が好きなこと、楽しいことだから、30年間で3日間しか休まないで、あとずっと仕事をすることができたっていうことが言えると思います。だから自分が何かを挑戦してみて、途中でうまくいかなくなった、失敗した、挫折した、でもうやめてしまったっていうものがあったとしたらですね、それは自分の意志が弱かったわけでも、気合が足りなかったわけでもなく、根性がなかったわけでもなく、単にやっぱり自分に合ってないものだったということを一つ学べたっていうふうに解釈することがすごく大事なんですね。人っていうのはどんな人も楽しいことしかやっぱり続けられないんですよ。自分が好きなことじゃないと続けられないんですね。でもしうまくいってる人がいたとしたら、その人はやっぱり好きなことをずっと続けている、自分が本当に楽しいと思えることだから長時間やれる、もしくは長期間やることができるんだということなんですね。なので、例えばこの今月来月っていう、こう目先 1,2 ヶ月で結果を出したいってなれば、しかもそれを例えばお金という面での成功という意味でいけばですね、自分の好きなこととか楽しいこととか転職、ライフワークっていうのを別に発見する必要はないと思うんです。多くの人が必要としていることであれば、それを自分が率先してやればですね、一番早くお金という面での成功は得ることができるわけです。ですから、もし今月来月すぐに結果を出したいっていうことであれば、やっぱり多くの人が求めている、それはあなたが好きか嫌いかっていうことは関係なく、たとえ嫌いなことだったとしても、多くの人が求めていることを自分が率先してやれば結果っていうのは出るわけですね。でも私たちの人生っていうのはやっぱり 1,2 ヶ月ではないわけです。10年、20年、30年、40年っていうふうにこう続いていくものなんですよね。だから人生っていうのは短いと思えば短いですけど、長いと思えば長いわけです。だから100メートル走を走りたいのか、それともマラソンを走りたいのかっていった時に、当然バランスっていうのが変わってくるわけですね。ってなった時に、やっぱりその長期、例えば10年、20年、30年っていう形で自分の人生を見た時っていうのは、やっぱりライフワークっていうのをやるってことが、実は急がば回れで最も確実かつ最も実は早いんですね。
なぜならやっぱり自分の好きなこと、楽しいと感じられることしか続けることができないからです。じゃあそれってどんなものなんですかっていうと、一言で言うと、例えば3時間ぐらいの時間をですね、30分ぐらいにすごくこう短く感じることって人ってあるんですね。こう何かに熱中してた、例えば子供たちがゲームに熱中している時に、ね、3時間ぐらいゲームやってるんだけど、実は30分ぐらいしか経ったような感覚しかない。これは私たち大人も絶対そういうのがあると思うんです。本を読むのが好きな人だったら読書だったりね、文章を書くのが好きだったら文章だったり、もしくは漫画を書くっていうのが好きだったら漫画を書くことだったり、何らかみんな3時間ぐらいが熱中して集中してやったのに、なぜか30分ぐらいしか経ってないものっていうのを感じられる作業っていうのがあるんですね。でそれが転職でありライフワークです。ってなると、全ての人はライフワークっていうのは持ってるし、それが何なのかっていうのは分かるはずなんですよ。自分が3時間ぐらいやったのに集中してたので30分ぐらいしか経ってないようなことっていうのは絶対どんな人にもあるんですね。なんですけど、それがライフワークとか転職だっていうふうに確信が持てない。 99% の人は自分のライフワークはこれですっていうふうにバシッてこうスパッと言うことができないのはなぜかっていうと、そのライフワークとお金っていうのをどうしても考えてしまうからなんですよね。で、自分が好きなこと、楽しいこと、転職、ライフワークはこれだと。だけどなぜかそれに確信が持てないのは、これでお金が稼げるんだろうか、これで食えるんだろうか、食っていくことができるんだろうか、これは儲かるんだろうかっていうことで、やっぱりお金っていうのを入れてしまうからなんですね。だからライフワークがライフワークとしての確信を持つことができないわけです。で、最初に言ったんですけど、お金を稼ぎたいんだったらこれはライフワーク関係ないんですよ。好きなこととか楽しいことって関係なくて、多くの人が求めてることがお金が一番稼げる、お金が一番儲かるものなんですね。で、人がやりたくない、だけど多くの人が求めてるってことを自分が率先してやれば、それはお金は稼げるようになれるわけです。でも例えば、じゃあこれでお金が稼げますよ、これでお金が稼げますよ、これでお金が稼げますよっていう情報がすごくたくさん氾濫してる中で、あ、じゃあこれが稼げそうだって入っていっても、まずうまくいかないんですね。なぜかっていうと、人っていうのは自分がやりたくないこと、嫌なことっていうのにはやる気が出ないんですよ。やる気が出ない、やる気が出なければ当然行動もできないですよね。で、行動しなければ当然結果が出ないわけです。どれだけこれが儲かります、これが儲かります、これが儲かります、これが儲かりますっていう情報が氾濫していて、それにどん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 飛びついていったとしても、自分が本当に好きじゃないと続けることができないんですね。で、続けなければ当然成果が出ないわけです。ってなった時は、急がば回れじゃないですけど、やっぱり自分が好きなこと、得意なことっていうのを見つけて、それを長い期間、最初からですね、まさにライフワークですから、一生涯かけてやりたいことっていうのをやっていくっていうことがすごく大事なんですね。で、一生涯かけてやりたいと思ってたことが30年で成功するかもしれないし、20年で成功するかもしれないし、もしかしたら10年以内に成功するかもしれないわけですけれども、でも結果的にはやっぱり、じゃあ10年何かを続けるって言ったら、それは絶対自分が好きなことが得意なことじゃないと、そもそも続けることができないんですね。人っていうのは自分が楽しいと感じられることしか続けることができないんですよ。だからやっぱり自分の好きなこと、得意なことっていうのを10年間やる、ね、本当は今月来月から早速そのお金稼げたとか儲かったとか成功したっていう結果が欲しいとしても、最初は自分の好きなこと、得意なことっていうのを徹底的に追求していった方が、結果的には確実に自分の得たい結果、望む成功っていうのを得ることができるというふうに思うんですね。じゃあその自分が3時間ぐらいやっても30分にしか感じられない、その転職ライフワークって一体どうすれば簡単に見つかるのかっていうことなんですけど、今回はその具体的な方法を一つお伝えしたいと思います。ぜひですね、ノートを準備してペンを握ってですね、私が今から言う質問に対してですね、あなたの答えっていうのを書いていただきたいと思います。もしあなたの預金通帳に10億円入っていたら、あなたは一番何がしたいですか？もしあなたの預金通帳に10億円入っていたら、あなたは一番何がしたいですか？
ある人は文章を書きたいって書くかもしれないし、ある人は漫画を書きたいって言うかもしれないし、ある人は写真を撮りたいって言うかもしれないし、ある人は音楽を歌いたいって言うかもしれないし、ある人は踊りたいって言うかもしれない。とにかくその答え、要するにこれは転職、これはお金が儲かるっていうのを一回話したいんですね。切り離したいんですよ。で、儲かる儲かんないを別にしても、とにかくたとえそれが1円も入ってこなかったとしても、ボランティアだったとしても、あなたにとって最高の楽しい瞬間、一番好きなことっていうのをぜひ探してほしいんですね。で、自分は10億円持ってたとしても文章を書くのが好きだから文章を書いてると思う。自分はお金が もらえなかったとしても漫画を描くのが好きだから漫画を描いてると思うとかね。自分はとにかくゲームをするのが大好きだから何かゲーム開発に携わっていたいと思うとかね。その儲かる儲からないっていうのと自分のライフワークっていうのは一回切り離してほしいわけですよ。そして自分はお金を持ってても持ってなくてもやっぱりこれが好きだから、これをやってる時が一番楽しいから、それをやってるっていうのがあなたにとってのライフワークであり、それをやってる時っていうのは間違いなく3時間ぐらいの時間を30分ぐらいにすごく短く感じられるものだと思います。ですのでぜひノートを出してですね、ペンを握って私がお伝えした質問に対してのあなたなりの答えっていうのを書いてください。もし10億円預金通帳に入ってたら、あなたは今一番何をしたいですか？はい、ということで今回はライフワークの見つけ方というテーマのお話を聞いていただきました。もしこの動画があなたの何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です。これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。
今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート。ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。